はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の私、ウィズパワーアップキット。信長誕生シナリオの神木編ですね。第13話、年末年始特別企画ですね。300本ね、動画を上げていきましょうということでね、やっております。ということでね、ではね、進めていきましょう。志果たさまあ、ずし前て回ね、将いや、は思っ終えたんらですれぬけど、が。すごい手抜き外交ね、交渉されましたね。我に続け。ね、交渉をね、あれしてね、失敗して、ね、貴あ様れでごすとよ、き、そのまま我が敵伊で達は家ない。にね、寝返っちゃいましたね。こんな上に入れるかっつってね、ひどいわ。じゃあこんな感じで。兵糧も多分カツカツなんだけど、我多分が領大丈内に敵が迫っております。何日も来る？あなた何日も？23日後。あんまりあげない。いいね、いいね。あ、5600来るな。売って出りゃいいじゃん。問題ない。じゃ、進めとこう。皆の者、勝ち時をあげよう。あ、ノブトラ。これで、ひとらえてノブトラ帰ってきたんだったら、これ忠誠度高くない？上がるんじゃない？かたじけない。普通だったらあれだよね。勢力で、これで、武将で。低いね。低いね。10ね。あ、またどっか行きそうだね。まあね、それも負けないからね。手紙あげないからね。あ、でも5万あげれば20になるから裏切らないけど。行こうか。別にね、手紙あげたところで、進むのだ。裏切る武者は裏切るし。我が領内に敵が迫っております。7500。じゃあ、ここで迎え撃とうか。ついてこい。兵糧も足りるんでね。いいでしょう。我が領内に敵が迫っております。また来たか、こんな奴らが。まったく。ちょっと戦場広いからこっちにしようか。で、これで、いいでしょ、兵糧もどうせ持つし。出陣するぞ。こんなんでいこう。敵が我が領内に向かっております。おーんまあ、3600撃って出りゃ間に合うじゃん。硬いな、これ。包囲だ。これも包囲でいいね。敵が我が領内に向かっております。ちょっとここら辺硬すぎるな。我が領内に戻ってきてる。これも撃って出ればなんとかなるでしょう。問題ない。伊達さ、持ってったけど、伊達と、あ、ここで隣接してるから持ってきれたってことか。そうか、そうか、そういうことか。まあ、進めてこう。我が領内に敵が迫っております。あ、ここも隣接してた。3600？ 撃って出りゃいいんだけど。まだ時間がある。慌てる心配はない。126か。兵糧がないぞ。仕方ねえ、待つか。どっか落としたぞ。どこ落とした？
舞台返さないと、落としたんだったら舞台返さないと、あ、ここか、あ、ほめさん。ありがとう。助かった。もう、お城か、返してもいいよ。お城か、返していいよ、別にもう。うん。悪いが、この城、もらったぜ。いや、それはそうできたんだからね。来たね。そしたら。やってやろうじゃねえか。いいね。これ返そうか。風呂もったいない。3420でも重要だからね。うん。無駄な風呂はね、使いたくない、今は。カツカツでいかないとね、問題ない。で、こんな感じで、この辺がもう落ちるね、ここ。標高だから、うん。標高にしよう、真ん中で。風呂を少しでも接着しよう。今は待て。ユリオンさん、ありがとうございます。戦に勝つが、おののふの役目よ。返します。攻めに行きません。ここはここ攻めると、これがうちらに敵を持つんで。この城、もらい受けろ。で、25,253。253から250ぐらいしか増えてない。全然増えてない。道路が あと何日もある。1ヶ月もあるかな。31日もあるね。OKOKOK。 この城、もらい受ける。25,570。片付けない。おー、4000ぐらい入ってた。これは片付けない。あー、ありがとう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 としか言いようがない。で、これはあれだね、うん、このままちょっと上行ってもあれ、上行くのありだね。後に続け。うん、15,000。ちょっと待って、部分入場して、まあ、ダメ元であってとこう。うん。報告いたします。ご命令を。ご命令を。商業を進めて。は。取引を行いましょう。ありがとうございました。よし、小兵を変えた。これで、あれだね。こう持つんじゃない ?67日。あ、いいね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 。7月、8月まで持つ。あ、6月、7月まで持つね。いいね、いいね。で、その間になんかもらえるし。うん。良さそう、良さそう。じゃあ、この辺取ってるからね。ちゃんと減らしとこうか。金ヶ崎。かしこまった。問題なさそうだね。ここ問題ないね。この辺8,400ぐらい入れとけばいいね。ヘイドガットにしとこうか。ほっ。あと25日。5600と6000。大丈夫だね。で、こっちも大丈夫だね。3000のポリモノだね。オッケー。じゃあ進めとこう。皆の者、我に続け。我に続け。
勝てる。この勢い誰にも止められねえ。したらこれは OK だね。じゃあ下段に進撃させ、進撃を与える前に行くぜ。これこっち行こうか。いや兵糧もったいないな。やめとこう。これは今回やめとこう。無難に恋も終了までね、過ごそう。この城もらい受ける。よし、これで北条さんもね入っていました。これ返そう。これは場外決戦、うん、あ、負けちゃった。ままならぬものよ。マジで負けた。マジで言ってる。これは先に出しとこう。出陣するぞ。これで撃って出よう、うん、待機するぞ。これはどうよ、勝てる？負けたか。やっぱ負けるよね、うん。まあちょっと様子見よう、こっちは。じゃあこれで。一人なんか盗まれてね、ゆりまさんありがとうございます。我らを甘く見たようだ。いざ参ろう。返してもらいましょう。我に続け。この城もらい受けるぞ。お帰りましょう。うん、これが落ち着くかな、しばらくは。多分これも出しとこうかなんか。打って出るよな。こっちで守った方がなんかあれだった感じだね。うん、あともう一人いるか。ちゃんとあらかじめ待ってたのなんか良さそうだったね。出陣せよ。間に合うのかなこれ。12日、8日、12日、うん、間に合いそうだね。多分その場で撃って出ると先着扱いにならないのかもしれない。相手は先着扱いなのかもね。報告いたす。先月の終始でございます。我が策をお聞きくだされ。軍事野戦地区でもし77、47、55、55と54がいる。これにて表情を終える。陸上はまだ取れない。ご命令を。かしこまった。取引を行いましょう。闇取引。我が覚悟お見せしよう。取引を行いましょう。ありがとうございます。今ぐらい買っといてもいい。取り計らいます。やってくれなかったか。お前米以外は売らねえよって言われちゃったね。うん、あと何日ちゃんと持つようね、多分兵糧をね。これは確認しよう。123大丈夫だ。歩兵は大丈夫かな。この辺落としたけど大丈夫だよね。やってありそうだよね。問題なさそうだね。進めていこう。
これが3600城外決戦。ああ、あらかじめ出しておいた方がよかったね。あ、3300、これ城外決戦、これ。ダメだ、負けるわ。なんということか。やっちゃった。一回に都合。まあいいでしょう。出陣だ！一回にそうで、これ、取り返そう。うん。待機せよ。勝てばよい。それが戦よ。で、返そう。ああ、北畑家系。あ、取り入れましょうか。はい。報告いたします。ご命令。本願寺同盟は一貫一。あれ？違う。どこだ？ここか。ここが、あ、従属させよう。どこと一貫って言ってたんだ。まあ、とりあえず進展しよう。はっ。で、これで見れば一貫って言ったら分かるんだけど。あー、同盟二貫は従属のやつやった。問題ない。本願寺から借りれる、あれが一貫ってことか。じゃあ問題ないね。取引を行いましょう。馬買おう。馬取り計らいます。よし、馬買えた。で、継続買ったよね。かしこまった。あ、ここにちっと足らなかったか。歩兵はお城取られただけだよね、多分今回ね。かしこまった。こんなところかな。うん。じゃあ進めていこうか。ここら辺だよね。そろそろ当たるのね。うん。いくつ？17,000。行くぜ。うん。上限大丈夫だ。じゃあ進めとこう。すみません、ありがとうございます。勝ち戦だ。宴の支度だ。計りごとなき者よ、滅びるなよ。はい。かたじけない。これ返そうか。で、これが勝ち戦だ。宴の支度だ。行くぜ。うん、このままこっち行ってやろうか。行くぜ。ついてこい。何だか山田家に下ったと思った。17か、落とそう。なんかみんなわさって攻めに行きゃいいのに、落とせるよ、伊達さんを。多分また伊達さん。お前どこまで行く。南部まで行ってるじゃん。うん。朝倉が山の行くだった。腹の底から勝ち時を上げろ。やってやろうじゃねえか。ついてこい。あ、こっちとあれだね。繋がった。よかった。繋がったのはでかい。これもまだなんか早いね。62日。これは怖だね。うん。報告いたします。先月の収支です。ご命令。
じゃああれだね、歩兵しよう。かしこまった。にしろ歩兵陣がかかるね。かしこまった。あとはここら辺か。適当に言うとこうか。かしこまった。じゃあこんな感じでここはしよう。かしこまった。細川さんのブルック講師であれか、山田さんのブルック講師でかしこまった行った方が良さそうだね。従属させた方が良さそうだね。甘い種類じゃなくて。かしこまった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 。という感じかな。千葉さん今攻めてるよね。攻めてる。千葉とこっちは攻めてるんで。あと何回ですか、千葉さんは。千葉さん25日、本気に切り替えておきまーす。で、こっちはどのぐらいだ？こんな中途半端のところに、一つポツンと。57日、本気に切り替えておこうか。うん。という感じで13はね、終了していきたいなと思います。ポイントの方確認していこうか。ポイントの方がですね、今24ポイントとか、あと12ポイントだね。うん。っていうところまで来ております。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。